リビングストニアは、マラウィ北部州のカロンガ県にある都市である。首都のリロングアから北に 435km の場所に位置し、北部州の州都であるムズズからは南におよそ 100km、車でおよそ4から5時間の距離である。このリビングストニアの町は、1894年にスコットランド自由協会の宣教師によって設立された。名前の由来は、 東アフリカ地域の調査を行い、イギリス人によるアフリカ布教活動を再燃させた功績者で、1873年にマラリアで没死したデイビッド・リビングストンである。また、リビングストニアの住宅における特徴として、大半が赤レンガで構築されていることが知られている。1875年に初の布教基地をケープ・マクレアに開設したスコットランド自由。 教会であったが、この土地は、マラリア多発地域であったため、選挙団は、北のバンダウェイへと移動した。しかし、このバンダウェイも健康によろしくない土地であり、選挙団はさらに、マラウイことニーカ高原の中間に位置する、高原地域へと移動することとなった。この、後に、リビングストニアが設立される場所は、海抜が高く、そのためマラリアが、比較的流行しづらい傾向にある。 優れた土地であった。当初、伝道書しかなかったリビングストニアは、徐々に小さな町へと成長していった。52年間にわたり、この地の布教活動をリードしていたのは、ロバート・ローズであった。ローズは、その当時において、当該地域で最も優れた学校を、リビングストニアに設立し、後にこの学校の卒業生たちは、南部アフリカ地域の近隣諸国に影響を、 及ぼすようになった。なお、ローズは、リビングストニアの学校を大学へと発展させることを望んでいたが、後継者たちは長らく、ローズの夢を追求しようとはしなかった。しかし、2003年になって、リビングストニアの長老派協会は、今後の展望を改め、リビングストニア大学をスタートさせた。アメリカの旅行作家として知られるポール・セローは、 公共バスを利用したリビングストニアからリロングウェイの旅路について著書 2The Ends of the Earth で研究している。ありがとうございます。